ジをさばきます。まず頭、包丁はね、わかるかな、いつもね愛用しているのはこの小では、これが使いやすいんですよ。はい、頭を落とします。こんな感じにね、斜めに包丁を入れます。そしたら頭を落とした時にここの内臓もね一緒に取れる、このように切ります。マジ卵乗っ込んでますね。これをねちょっと頭をつけたら、お腹のね、ここにもね、包丁でこさえで血をきれいに取ります。お腹の内側も黒いので、このように綺麗にこさえてね、綺麗に取ります。黒いのもね、綺麗に取ります。ね、ほら、こうやって黒いんですよね、最初は。この黒いのも綺麗に取ってやるといいです。はい、ここ落とした頭ですけども、この鎌ですね。この鎌。これは唐揚げで食べれますので取っておきます。はい、中骨は骨せんべいで食べます。あばらを取ります。これもね、から揚げ、このあばらもね、から揚げ。
3枚におろしました。さあ皮を剥ぎます。新鮮な味は身がプリプリしてるので皮は手に剥げるんです。綺麗でしょ。ね、さっきまで泳いでた味ですから。まずは鮮度と鮮度を見て、また手に絡んで取れない。今だけで、俺も死ねます。今食って決まってくれ。どうでしょう。寿司ネタのサイズかな。もう少しでもいいですね。ゆっくり。では見てください。めっちゃおいしそう。パチンコ帳出番なかった。パチンコ帳出番なかった。よし、大葉がないので裏庭に咲いているアシタバの葉を使います。アジの刺身できました。はい、このようにアラが出ました。これはすべて唐揚げにして食べたいと思います。唐揚げはいつもこの日清の唐揚げ粉を使っています。
はい。いっぱい取れる。幸せ。うん。